うんこちゃんの切り抜きかなんかでさ、ジッターエイムってやつ見たんだけど、あれってさ、なんかすげえ有効なの？ちょっとコメント見ないで俺の考え言っていい？まず、ジッターエイムが何がいいかっていう話を。多分こうなんじゃないかっていう話。まず、フラットラインとかさ、ディボーションとかハーボック。で、ジッターエイムが生きてくると思うんですけど、まずそもそもジッターエイムって何かって、ちょっと全く何も調べないんで、ちょっと適当に言いますけど、多分もうジグザグに、結構まあ適当に、リコイルコントロールしながら、ブラスやり方だったと思うんだけど、多分フラットラインとか、ディボーションとか、ハボックとかって、弾のばらけ具合というか、基本 FPS のリコールってこう竜巻というかこう左右にこう不規則性があって弾がばらけるじゃん。それをジッターエイムでこう真下にこうブルルルやりながらやると噛み合うと、まあ、弾がこう上がってくるに対してこうブルブル下にこう下げながらやっていくから、噛み合うとまっすぐ飛ぶよっちゅう話だと思うんですけど、合ってますか？これがカウンターストライクだと割とリコイルが規則性あって、右行ったらこの左右左って感じでこうで最後こう真ん中にトゥーって感じで行くみたいなのがあって、弾の飛び方はね。プロはその球の飛び方を見て、右左ってこう飛んでたら、自分は左右左右最後トゥーってこう下げるみたいな感じでやるんだけど、エペの場合は知らないです、球の飛び方。俺もしかしたらあんのかもしれない。合わせてるんじゃなくてリコイルをねじ伏せてんの？左右にブラス意味あるんじゃそれ。 じゃあ俺ウィングマンでジッターエイムするね。よく分かったから。よく分かりました、皆さん。ありがとう。ウィングマンでジッターエイムするわ。ウィングマンとピースキーパーでジッターエイムしていきたいと思います。よく分かった。今日は皆さんにジッターエイムというものを教えていきたいと思います。こういうことでしょ。任せろ。頼むぞ。これが実態か。見たい。よし。ホールドでジッターエイム無理なんですけど、くっそ力入る。腕取れちゃうかも。そこね。もう一回任して。隙上がったぜ。向こうじゃない？これいんの？あ、違う、手前か。
こいつか。これが実体 M か。美味しそう。やばい、食らいたくない。いや、やったのか。うわ、いいな。うわ、なんかめっちゃめマシャンいる。なんこれ、つら。いや無理。何やどうなってんだこれ。ブラハがウルド使ってるからもう色がわかんねえ。終わった。いやーい、誰もノックしねえ。まあ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 2位なんでありがたき。実体 M していこうかな。じゃあ